仕方ねえだろう。この際金よこせ。なんだ、結構持ってるじゃねえか。どうしたんだこの金、まさか盗んだんじゃ。パン泥棒のあなたに言われたくないわ。まっとうに稼いだの。妖精がその気になれば軽いものよ。特に私のような可愛い妖精はね。はあ、なるほど。世の中にはマニアックなやつが多いからな。わかるわかる。はい、毎度。ソーヨル草原にフューリーがあるらしいよ。結構強いモンスターが出るらしいから頑張ってね。それじゃ。ソーヨル草原か、遠いな。お前一人で行ってこいよ。何言ってんの、私たちは二人で一つなんだから。ほら、何グズグズしてるの。さっさと行くわよ。わかってるっつーの、命令すんな。ここがソーヨル草原ね。うわぁ、めちゃくちゃ広いわね。なあ、今日のところはここまでにしねえか。って、あからさまにやる気なくさないの。ほら、行くわよ。へいへい。あ、あれじゃない、あそこに刺さってるのがフューリーだよね。たくさんざん苦労させやがって。とっとと引っこ抜いてずらかろうぜ。ん、ちょっと待て、何かいい匂いがするぞ。おー、うまそう。ちょっとファング、フューリーはどうすんのよ。フューリーは、え、居然在这边野餐。さぞかしお疲れでしょう。ちょうどカモミールティーを入れたところです。よろしければどうぞご一緒に。何来的大小姐。ありがてえ。ちょっと待ってファング、どう見てもうさんくさいでしょ。怪しすぎるわ。体が動かねえ。もしかしてしびれ薬。もうファングのバカだから言ったじゃない。何者だてめえ。ほら、お茶をごちそうになっておいてお礼も言えませんの。無礼なこと。まあいいですわ。私はティアラと申します。こちらは私のパートナー妖精のキュイ。キュイキュイ。あなた、薬入りのお茶などという古典的な手に引っかかるなんて、フェンサーとしてはまだまだですわね。所以那个妖精不一定是人形哦。勉強になったでしょう。お礼の代わり、このフューリーは私がいただいていきますわ。ちょっと待て、汚ねえぞ。ご冗談を、私は綺麗ですわ。ほら、お飲みなさい。なんだ、また毒か。いいえ、解毒剤です。あなたをこのままにしておくのは忍びがたいですから。これを飲むと5分もすれば動けるようになります。まあその間に私はおさらばしてますけど。へえ、一瞬優しいかと思ったが、やっぱり汚ねえ。ほら、汚いのはあなたの顔ですわ。パートナー妖精さんは残念なお顔ですし。好毒舌哦。まあ、お二人ともお似合いですけど。なんですって。そうそう、それにすげえ口うるせんだわこいつ。あら、気が合いましたわね。気が合ってる場合じゃないでしょ。そうだった。そこの上品ぶったドブス野郎、根性ババ色だな。ろくな死に方しねえぞ。なんてひどいことをおっしゃるの。はでもなんだか新鮮。还是个縁吗。この女。では目的の品も手に入れたことですし、私は失礼いたしますわ。这个大小姐病得不轻ね。ちょっと待ちなさいよ。ファングしっかりして、追いかけるわよ。まだ体がしびれて動かねえんだ。光他一个人就有腹黑、毒舌、外加 N 的属性。天哪，太可爱了。
あら、どちら様？俺はいわゆるチンピラ。連个名字都没有。お決まりのキャラってやつだ。黙ってそのフューリーを渡すんだな。さすが、お決まりキャラであって、ずいぶんつまらないお顔をしていますのね。あなたに差し上げるものはございません。け、なら腕ずくでいただくぜ。あんたごとな。そのお高く止まった顔が泣き顔に変わるのを見てみたいね。それは俺も見たい。誰だてめえら。あら、私を追いかけていらしたのね。ファンゴさんだったかしら。わかりますわ、私を愛してしまったんですのね。なんて可愛らしい方でしょう。なわけねえだろ。てめえ、この女の仲間か。違う。ええ、そうですわ。こちら私の頼もしい下僕です。这两个人都非常自我中心耶。私、あちらの方に迫られて困ってましたの。我求你们的。助けていただけます。听一下别人在讲什么吗。って、誰があんたの味方なんか。てめえもフェンサーか。だったらちょうどいい。てめえのフューリーも置いていきな。あっちゃ。仕方ねえ。やるしかねえな。这里面最正常的就是那个我的妖精了。アタックエフェクト。シューティングスラッシュ。いけ！踊れ！欸，血挺多的嘛。不过再打一轮就可以搞定了。鞭炮。居然把鞭炮当武器。アタックエフェクト。シューティングスラッシュ。この。秒了。どうだ？なろ。邪魔すんなっての力がある。お疲れ様でした、ファングさん。他居然在旁边看戏。なかなかにお強いんですのね。あら、どうかしましたの？いや、意外で。お前のことだから、俺たちが戦ってる間にずらかるかと思ってた。だよね。私、そんな失礼なことはしませんわよ。それより、一つ提案がありますの。あなた方にとってこれ以上ない嬉しいことです。提案？あなたたち？マジで私の下僕にして差し上げます。どうです？素敵でしょ？嬉しいでしょ？老实说好像挺有趣的。あなた方のように腕の立つ方が一緒です。当他的仆人。とっても心強いですわ。私のようにか弱く美しい乙女が一人で行動するとどうしても先ほどのようなことになりますし。な、勝手な。なんで私らがあんたなんかと組まなきゃいけないのよ。ほら、あなた方にとってもメリットはありますわ。戦いの時人数が多い方が有利でしょ。それに私、演者が宿を経営しておりますので、お泊まりの場所も提供できましてよ。冗談じゃないっての。誰があんたみたいな腹黒女と。その宿の飯はうまいのか。もちろんですわ。どこぞの三つ星レストランからシェフを引き抜いてきたと聞いております。よしくも飯目当てかい。いや、それだけじゃねえ。あの女の言う通り、その方が戦闘が楽だろ。フューリーだって集めやすいじゃねえか。てあんた、あの女にフューリー集めやらせて自分は楽しようとしてるんじゃないの。さて、宿に案内しろ。三つ星の飯でも食おうじゃねえか。へえ、ついていらしてください。ちょっと待ちなさいよ。こら、光用吃的就可以收服咱们的主角当作仆人用吗？风精灵蛮可爱的。私はどうなっても構いません。せめて孫の命だけはお助けを。許せ。ごちゃごちゃ言ってるとバッサリ行くぜ。命が惜しかったらさっさと身ぐるみ全部置いてきな。ついでにそのガキもな。なに、命は取らぬ。俺たちでたっぷり可愛がってから高く売り飛ばしてやるから安心しな。这么小一用了下去。今度いきなり砂嵐かよ。やべえ。失礼。
どうやらお困りのご様子ですね。あなたはなんだてめえは。どこから湧いてきやがった。貴様何者だ。僕の何が知りたいのですか。名前ですか。生き方ですか。それとも剣の腕ですか。名前はシャルマンです。もう聞いても仕方ありませんね。シャルマン、敵対勢力の増援を確認した。这该不会也是那个吧。なんてこったい。俺の可愛い子分どもが。妖精の化身吗。てめえ許せねえ。そう、君も彼らの後を追うつもりですか。ならば容赦はしません。リシン、全兵力解放、合体します。ネガティブ。目標の戦闘力は低レベル。合体の必要を認めず。シャルマンの戦闘力なら勝率 100%。 どのような時も全力を持って当たるのが僕の流儀ですが、君がそう言うなら仕方ありませんね。この野郎、なんだか知らねえが俺をバカにしてやがるな。ぶっ殺してやれ。リアー。確かにリシンの言う通りでした。さて、おじいさん、怪我はありませんか。はい、危ないところをありがとうございました。お兄ちゃん、ありがとう。僕はするべきことをしたまでですよ。これは一体。うわー、綺麗。どうか良い旅を。あなた方に神の祝福がありますように。さあ行きましょう、リュウシン。感觉这个夏尔曼穿女装会很好看的。そうだね。ありがたいことだよ。本当に。现在我们知道那个剑之妖精有各种形态啊，不一定是人形。どうぞ。ここが演者の宿屋、ひまわり荘ですわ。よし。手始めに三つ星シェフの料理だ。次に三つ星シェフの料理で、お次に三つ星シェフの料理、そして最後に三つ星シェフの料理で締めだ。あんたね。で、三つ星シェフの料理はどこだ。いらっしゃい。お待ちしてたよ。お世話になりますわ。なんだこのおばちゃんは。この宿のおかみさんで、私の縁者の方ですわ。お食事は彼女が作ります。このおばちゃんが三つ星シェフか。そうは見えないけど。大丈夫、彼女の料理の腕は三つ星レベルですわ。詐欺だ。お前嘘ついたのかよ。彼女のいとこのお嫁さんのお兄さんのご友人が三つ星シェフです。つまり彼女はほぼ三つ星シェフですわ。世間でそれをなんて言うか教えてやる。他人だ他人。料理の腕と全くもって関係ねえ。お兄さん、私が三つ星シェフじゃないって疑ってるね。私の名前は三つ星。不是这样的吧。正真正銘の三つ星シェフさ。なんだその小ネタは。料理が美味しければ文句はないでしょ。細かいことにうるさいと水虫になりますわよ。なるか。どんなつながりだ。おや、お兄さん水虫なのかい。うげ、ファング、部屋の中を裸足で歩かないでよね。断じて違う。俺様の足は群れ知らずだ。グズグズしてないで早く部屋に行きますわよ。いろいろとお話ししたいこともありますし。今度水虫に効く薬草をあげるから元気をお出し。だから俺は水虫じゃねえ。主角挺逗的。然后我刚刚看到有人说这个游戏支线蛮重要的。我可以问一下为什么吗？因为我玩这种 RPG 通常都是不解支线的啊，但有人说蛮重要的话，我想问一下原因，然后再看要不要解。